私の胸はお母さんに食いちぎられる。あいつにめちゃくちゃに胸をかき乱されて、しこりに占領されて、この胸は誰にも触られることなくなくなってしまうのかな。胸を触られるってどんな感じなのかな。この声が、おっぱいなくなったらもう恋とか無理なんかな。燃えて消えて行く今日の残り火に、頑張れ踊れ私の胸、頑張れ高鳴れ私の胸、頑張れ騒げ私の胸。今年の夏は暑そうだね。うん。